ドミトリー・アレクセイ・イエビチ・タラーソフは、ソビエト連邦、モスクワ出身のロシア代表サッカー選手。現在は、無所属。ポジションは、MF、DF。FC スパルタク・モスクワのアカデミー出身の、元ロシアユーマイナス21代表の守備的 MF。2009年2月2日、2年半所属していた、FC トムトムスクとの契約が満了し、 FC モスクワ遺跡。2009年12月28日、FC ロコモティフモスクワ遺跡。2020年2月18日、FC ルビン火山に加入した。レオニード・スルツキー監督の下で、スタメン出場は2試合に止まり、同年末に契約満了を迎えクラブを退団した。2009年10月、2010フィーファワールドカップ予選の アゼルバイジャン戦でオレグクズミンと共に追加召集ながらも A 代表初召集。その後も何度か召集されるも出場機会に恵まれなかったが初召集から約4年後となる2013年11月15日のセルビア戦で A 代表デビューを飾った。4日後の韓国との親善試合で代表初得点を挙げた。2016年2月16日に行われた。 UEFA ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦、ファースト、レグフェネルバフチェンス K 戦後、母国ロシアのウラジーミル・プーチン大統領の軍服姿がプリントされた T シャツをアウェーの地で着用する。これに対し自身が所属する FC ロコモティフ・モスクワ、及び UEFA により政治的メッセージを掲示したとして罰金処分が課された。ありがとうございます。